チャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルの柴田川です。皆さん今年ですね、各地でいろんなねデュエマの福袋がまあ売ってたと思うんですけど、今回とあるお店でとんでもない福袋がちょっと見つかりまして、ちょっと一旦画像見てください。こちら、まあよくある10万円のねデュエマ福袋、大当たりがモルネクド CS 優勝プロモ、まあめちゃめちゃいいやんか。でやねんけど、この右下でもめちゃくちゃ見たことあるキャラクターがいるんですよね。ちっちゃいヤーとルーが見えてて、カープレマや明らかにそうや。もしかしなくてももう明らかに我々のプレイマットなんですよね。ちょ見てほしいねんけど、これ他もプレイマットついてて、これもデスザークとかも公式プレマや名だたる。そうやで、の中に下川チャンネルのプレイマット。しかもカマス2枚、鬼カマス3枚、はい、ガンマスター1枚、スペリオルシルキードの GP スリーブ、プレマ抜いたら、まあ、8万ぐらいあるんかな、8万前後ぐらいはあるんかなっていう。ってことは、まあ、大体プレマットで2万以上あるという、その想定で入れてるってことやな、これ。そういうことやな。定価3000円台ですかね。まあ、確かにあのメルカリとかではね、もうあの2万円以上とかでね、全般やからな、取引とかされてますけど、そんなことある？だって史上初やで多分。でもこれが売ってるお店が佐賀県だったんですよ。でもこのさ、緊急事態宣言下で行かれへんやんか。だからちょっとお店の人に、これどうにか郵送で買わせてもらえないですかって言ったら、まあ大丈夫ですとのことで、まあ今回お金振り込んでわざわざ佐賀県から送ってもらいました。こちら開封していきたいと思います。じゃあまあ早速10万円福袋開けていきたいと思うんですけど、今回これが画像の中からどれかが当たるようになってて、でうちらが買った時にはもうすでにデスザークのプレイマットとバンベートーベのセットはもう誰かがすでに買ってたみたいで、まあ、残り4分の1ある。全然シモカープレイマのチャンスあるんですよ。なんか1番から5番まで選べるってことで、今回こちら5番の福袋で、まあ、多分これがプレイマットでこっちがカードになってるんじゃないかなと思います。でもさちょっと待って、プレマさ、それさそういうこと？ちょっとちっちゃくない？あんな、うわ、下川のやつ公式よりだいぶデカめに作ったんですよ。大きめにな。ほら3、4センチ。下川のではない。外れちゃう。外れっていうの。まあ今回これが狙いで。あれに当たれちゃう下川回避。確かに。プレマ見たらもう分かっちゃうから、もうこっちから開けよ。いや、だからモルネクチャンスよ。逆にあるぜ。逆に大当たり。これまああのね、お店に電話した時に、まあ私の名前とこの郵送先を言った時に、竹下恵里さん、下さんですか？もうこの声とかでバレたみたいで、あの普段見てくれてるねリスナーの方やったみたいで、他にも結婚してくれよ、ちょこっとねその人のご好意でつけてくれたんです。企画でやってるから。そう GP サインもらいましたみたいなお手紙もいただいて。モルネク余計チャンスちゃう？もしかしたらあるかもしれない。行きましょう。それはそういう店とさ、あったが明らかにボックスっぽいのとスリーブ感、栗光国産。はあ、なるほど。もうこれで終わりや。もうこれもしかしたらまだなお店の人からのおまけ説あるから、これもご好意。あ、ドラリンパック。ドラリン、あ、え、あるあるわ。一個だけしか。ほんまに確定やん。じゃあそっち、めっちゃ分厚いからスリーブ入ってそう。こちら、わからん、スリーブと、あ、やっぱそうや、スーパーデッキゼロヘビーデスメタル発売記念オールデリートキャンペーン、ザキラショー、ザキラスリーブ、検証のやつめっちゃいいやん。いや、これ CP は熱い。はい、多分このカード分かっちゃうんじゃないかな。こちらバンとザキラスリーブ、ザキラスリーブ新品じゃない、さすがに。だって中に紙も入ってるよね。多分新品。じゃあスリーブはこのザキラっていうキャラクターの検証のスリーブ、アーマドグリ今使ってる。で、こちら修羅の頂きバンベートベの去年配布されてた CS の優勝プロモやな。で、後ろじゃん、まあここ公開情報やな。ドラゴダイオドラリンやな。で、こっちスペルデルフィンと、ラストはニコルボーラスドラリン。いいな、白枠。人によっちゃかっこいいと不評がかなり分かりやすいドラリンリア。うちは結構好きですけどね。ラストはプレマット。あ、未開封っぽい。なんかいきます、じゃん、プレマットはこれが大踊りチャージャー、初代調子 S のジャッジプレイマット。まあ多分下川プレイマよりはいいんやろな。いや、絶対勝ちだね。という10枚福袋。 YouTuber 的にはもう下川プレイマット当たってほしかったけど、俺らからしたらあんな2万の価値ないやろ。ということで、本日は私たちのプレイマットが当たるかもしれなかった10枚福袋を開封した結果、こんな感じとなりました。10枚福袋残り3つのうちに1個は大当たり、もう1個は下川のプレイマットが入ってる。残ってしまった。ウェーや
やろそんな。いや売れるやろ、大当たり残ってんやろ。あ、まあ確かにそういう意味では、そういう意味では。まあでもさ、これまでもガチャの当たりにうちらの、まあ、スリーブが入ってますよみたいな報告とか聞いてんけど、10万円この価格帯の福袋に、まあ、うちらのグッズが入ってるっていうのはちょっと嬉しくはあるよね。なので皆さんもですね、もし下川関連のものが、まあ、くじとかね、福袋の当たりに入ってるのがありましたよっていうのがあったら、ぜひ、まあ、教えていただけたら、まあ、私たちがもしかしたらまた買いに行って動画にするかもしれません。ということで本日もご視聴本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、本日の下川チャンネルでした。ちなみに直近だと1日前下川プレイマット2万6000で売れております。マジ売りた。いやあかん、ね、それ最後の1個やから歌かね。